広芝居クー .com。 今回はトラックの荷台のステップの補修作業です。まあ、ちょっとあの取引先が貨物の部分に荷物を入れるときにですね、ステップを押してしまって、この図のようにフォークリフトでミシミシミシと折り曲げてしまったんですよ。なのでこれを外してこんな感じにひん曲がってます。もうかなりひどい状態で、右側は特にひどい状態になっちゃいました。なのでもう可能な限りなんですけど、これを補正してあげて、先っちょのですねボルトの切れた部分はもう使うと危ないので、切断したいと思います。まあ、テコの原理があった方がいろいろしやすいので、最後に切りたいと思います。もうカン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 一生懸命やりながら、まあ結構最初と比べたらですね、なんとか頑張れた方で、一見奥が普通で手前が歪んでるように見えますが、逆でですね、手前がちゃんとなってて、90度になってるんですよ。で奥がずれて開いちゃってずれてるんです。まあいろいろ試してはみましたが、状況としては手前側をピタッと地面につけると向こうが浮いてるのが形ですね。これを無理やり押さえるとこんな感じです。これをですね、とにかく補正していきたいなと、溶接使ってアングル材を使って補強してをですねしっかりしてあげないと、万が一急にポキってなったらですね、かなり危険なことになりますので、安全第一でちょっと行きたいと思います。ここに L アングルを打って補強する形を取りたいと思います。でここの割れてる部分はもうカットという形で、安全確保しながら行きたいと思います。ここはボルトがついてたんですけどね、完全に割れてます。ここですね、もう切れちゃってますので危ないです。でここに関しては開いてます。 L 字部分が開いちゃってますので、もうここをなるべく可能な限り閉じて溶接して、さらに、アングル材を中に溶け込まして溶接できればなと思います。まず補強するアングル材を切っていきます。でもちろん両方とも、使うので2つ作りたいと思います。でこれをこういう感じで補強して溶接とすると、今度ミシミシってされたとしてもですね、また上の部分が途切れて、ここを人が乗るところに関してはまだなんとか耐えてくれるというですね形になるかなと。でここもですね、ここの開き、これがとにかく危ないので、これも同じようにアングルをつないで溶接と。まあ外がいいか中がいいかは分かんないんですけど、中にしました。まあ溶接が下手なので見た目っていうのもあるんですけど、でここはロックプライヤーでがっちり、もうこのクランプが90度の方はいいんですけど、開いた側ありましたよね、あっち側が本当に大変で、力で無理やり90度を取りました。でこの溶接の時にアースクリップが下に鉄板を引いてるんですけど、こういう感じでこれをするとですね、すごいスパークが飛ぶようになってですね、アークが出やすくなりました。まあちょっとそんなの当たり前じゃんって言われるかもしれないんですけど、改めて気づいたことなのでこれでやります。まずクランプが多いので、とりあえず点付けでクランプを外せるように点付けをパンパンパンとしていきます。今回は、120アンペア、200V の120アンペアでしました。溶接棒の径は 2.0mm、 2mm ですね、2mm でしました。もう鉄板も一緒に挟んでるんで、ひっついてもすぐマッチすりっていうんですかね、シャッシャッシャーでスパークが飛ばせるようになりました。
まあ出来上がりはというとですね、相変わらずひどいんですけど、ただ今回はですね、溶け込みが特に際、外側の際に関してはしっかりできたなっていう感じがしました。溶接をして今15日目なので、まあ下手くそではありますが、とりあえず安全第一で。でこの逆側、これですね、開いてるところが片方をベタッとすると片方に隙間が出ますよね、先が。これをもう力技でロックプライヤーでガチッと、この隙間の部分をとにかく90度に、だいぶ縮んでくるのが分かります。こんな感じにして、まだちょっと1ミリ程度隙間があったので、逆側もロックプライヤーで締めて、これでぴったりひっついたので、こっちは二重にクランプもつないで、このまま溶接しました。でこっち側ももちろん鉄板の方は引いてます。一緒にアースクリップで挟んでます。やっぱこれが全然途切れず、なんかいいんですよね。新たな発見、勉強になりました。なんかやっぱりチンチンによく焼けてるのがわかるんですよね。溶け込んでるのがですね、素人目にも。200ボルトっていうのがもしかしたらいいのですかね。ここまではちょっとはっきりは。100ボルトをですね、使ったことないので、いまいちわかんないんですけど。チンチンになってますね。でこんな感じで止めていきました。でこっちもですね、汚くて多少隙間はあるんですけど、ハンマーでガン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 してもしっかりと端、特に先ほどと同じようにキュアはしっかりと溶け込みはなんとかできてました。ということで次はプランプランになってたボルトの切れた部分ですね、それをカットしていきました。逆側も同様にカットして、あとは最後に塗装するだけなので、このまま塗装に入りたいと思います。で、サビ取りを適度にシャシャシャっとして、スラックサビ取りですねを適度にシャシャっとして、もうスプレーは例のごとく部分スプレーをもうそのまま使いました。下地入れて、色入れてとしてません。まあサビ防止、ある程度のサビ防止でいいかなと。で、ある程度できたら、1時間、2時間乾かして、車体へ取り付けました。まあ、自分の溶接なんでですね、もともとはプランプランでも乗れなかったんですけど、どんどん下に下がっていって、これがきちんと乗れるかどうかですよね、問題は。ここまでしっかりできてればいいかなと。で、チェックです。想像以上に頑丈になってて、ちょっとびっくりしました。この前のプラプラを知ってるからですね、してしまってるの。念のためちょっとジャンピングというか、ゆさゆさしてあげて。まあ、ここまでこういうことすることがないですけど、これで完成しました。なんとかなんとか、治ったんでよかったです。